こんにちは。今回もコメント欄からですけども、まあ、100%自分に合う職場があるっていうのはなかなかないことだよねっていうね。まあそういったキーワードだったんですけども、まあこれはその通りで、100%自分に合う職場っていうのは自分で作らない限りないですね。ですんで、まあ私は自分で自分の暮らしに、正確に100%合った職場を自分で作った。つまり起業したわけなんですよ。でもそうなると、 他の人を雇う時はね、まあ、私が一人で作った会社なんで他の人から見るとね私と考えが100%一致なんてのはないんでどっかに不満は残るでしょうねだから結局続かなくなりますよまず第一の不満は私は従業員に給料を払いたくないんですよ、うん、で、えー、ものすごく会社に儲けさせてもらいたいんですよこんな会社入りたくないですよでも全ての経営者がなるべく高い給料を従業員に払って 従業員にはもう思い通りサボってほしいって思わないですからね。うん。で、そうなると、従業員としては、なんか自分がストレスがかからない程度に働いて、もうなんかね、濡れてに、あの給料が欲しいって思っちゃうと、会社としてももう折り合いがつかないってことになっちゃうんですよね。まあ、つまりは、うん、やっぱり仕事を探してるうちはね、自分に合った仕事は見つからないし、あとは、 自分がどんな人とでもうまくやっていけるような、そういうふうなコミュニケーションスキルがなければ、必ず自分に気に入らない人って見つかるんですよ。でも、どんな人とでもうまくやっていける人って、もはやね、あの人間関係でないも必要ないんですよね。だからそうなれればいいなと思いますし、あとはね、仕事である以上人間関係が悪くったって全く構わないわけですよ。仕事ができて予算がクリアできて、 その会社に利益貢献できて、自分の求める給料が欲しくって、っていうことでしょうん、職場に好きな人、嫌いな人、できるのはしょうがないけども、嫌いな人がいたら仕事をしないんですかねそんなこと許されるんですかね <laughs> じゃああなたの気分次第で職場って回ってるんですかあなたが好き嫌いとか言ったら、それで職場は右往左往して、うん、そのあなたに適した職場に変わるんですかってことですよね。うん、私はまあ、他者には期待しないんで、 自分ででやればいいだけかなと思うんですよ他者に期待してその人が自分の期待通りの態度をとってくれたりとか行動してくれるっていうのはこれ他者を奴隷にしてることじゃないですかね、うん、他の人ってのは他の意思で動いてますんで私の配下にいるわけじゃないですからましてやどっか誰がのどっかかの分からない人の会社に入ってその会社の、うんまあ、赤の他人ですよね。 自分の意思で働きに来ている他人さんに対して自分が気に入らないからあの人は悪い人だとかね気に入らない人だっていうふうに人の会社のね従業員に対してよくケチをつけるなと思いますよねだからなんかこう人を好きだとか嫌いだとか言うんじゃなくてまあ自分が周りの人にもうちょっと配慮できてちょっと仲間に入れてくださいって気持ちでちょうどいいぐらいなのかなと思うんですけどね うん、まあ私の場合はその職場を既に持たないと言いますかね、うん、好きな人嫌いな人がと特にいないっていう <laughs> 世界ですよね <laughs> 人がいないんで他者が <laughs> まあだから今はそういうねあの働き方とか稼ぎ方もできるんでどっかの会社に属してなんかそこでね仕事以外の人間関係みたいな,、うん、なんか悩みを抱えるのが嫌だったらね もう悩みが別にあってもいいですよって方がいるんですよ。悩みは解決できますからみたいなね。でも自力で悩みが解決できないんだったら、それこそ他者にどうしたらいいんでしょうかっすからね、カウンセラーさんとかに行くってことになるんじゃないですか。うん。で、カウンセラーさんっていうのは別に問題解決するばかりがカウンセラーの仕事じゃなくって、あの、世の中で唯一、なるほどなるほどと話を聞いてくれて、相談者を肯定してくれる存在なんですよね。うん。だからそういうことで、 心のバランスが保てるんだったらそういうカウンセラーさんの利用の仕方もあるかなと、うん、まあもちろんカウンセラーなんてねあの当てにするよりもお父さんお母さんに相談した方がいいんじゃないですか、うん、最も親身になってくれるんじゃないかと思うんですけどね、うん、もしねお父さんお母さん以上に親身になってくれる他人がいるとしたらその他人にはお金を払ってあカウンセラーかだから <laughs> だから結局カモになるってことですよ 無償で尽くしてくれるのはまあね自分の身内ぐらいじゃないですかねまさにそういう風な身内みたいな他人を作る作業っていうのが、うん、できるといいですよね。